才能とは、情熱を持続させる能力のこと。1941年1月5日、東京都で宮崎航空共学の役員を務める一家の次男として生まれた駿。幼少期は体が弱く、運動は苦手だったが絵を描くことに興味を持ち、熱心な読書家だったのもあり、絵がとても上手であった。1963年、学習院大学経済学部に進学し、当時は漫画家を志していたが、アニメーションの世界に進むことを決め卒業後、アニメーション制作会社の東映動画に入社した。東映動画での初めての仕事は、テレビアニメシリーズ、ウルトラ Q のアニメーターだった。入社当初はまだ漫画家の夢を諦めきれなかった駿だったが、入社1年目で見た、雪の女王という作品に強く感銘を受け、アニメーションの世界にのめり込んでいった。1971年、東映動画を高畑勲らと退社し、A プロダクションに移籍などを繰り返し、テレビアニメ、ルパン三世で初監督を務めた。その後、パンダコパンダ、アルプスの少女ハイジ、未来少年コナンを高畑勲らと手掛けた。1979年、大塚康生に誘いを受け、テレコムアニメーションフィルムに移籍し、初映画監督作品、ルパン三世カリオストロの城を、4ヶ月半という短い期間で制作した。当時、映画の反響は芳しくなく興行的不振であったが、再放送などで人気を博し、今ではアニメーション映画の金字塔の役割を果たしている。1981年、宮崎駿の才能に惚れ込んだ徳間書店の鈴木敏夫は、風の谷のナウシカの企画書を徳間書店の会議に持ち込んだが、原作がないのは無理と却下された。しかし徳間書店内に駿に注目している人間がおり、原作付きという箔をつけるため、アニメージュで風の谷のナウシカの連載がスタートし、1984年にアニメーション映画として制作、公開された。1985年、徳間書店の出資を得てスタジオジブリを設立し、1986年に天空の城ラピュタ、1988年に隣のトトロを公開。独自の世界観と深いメッセージ性が評価され、アニメーション監督としての地位を確立した。2001年に公開された千と千尋の神隠しは、興行収入をさらに塗り替え、動員観客2350万人、興行収入308億円という当時の日本映画史に新記録を作った。2004年に公開された、ハウルの動く城はもともと、時をかける少女、サマーウォーズなどで知られる細田守監督が担当していたが降板し、駿が後に引き継いだ。ベネツィア映画祭のオゼッラ賞、アカデミー賞にノミネートされるなど世界でも評価される映画にもなった。その後も1983年に、駿が刊行した、シュナの旅を原案とした下戸戦記は、駿の息子である宮崎吾郎が監督し公開。2008年に崖の上のポニョ、2013年に風立ちぬを公開し、同年の9月に駿は長編映画の制作から引退することを発表した。本を読むから考えが深くなる。なんていうことはあまり考えなくてもいいんじゃないでしょうか。本を読むと立派になるかというとそんなことはないですから。彼の作品には、彼の個性的なアートスタイルが現れている。風景や建築物、動物の描写に力を入れ、細部までこだわった美しい映像を作り出した。また彼の作品には、独特なキャラクターデザインと、豊かな表情のキャラクターが登場することも特徴的だ。駿は飛行機好きでも知られており、彼は飛行機に対する情熱を作品に取り入れ、飛行機や空の描写が頻繁に登場する。また彼の作品には、動物や自然が重要な要素として取り入れられており、自然と人間の共存や環境保護へのメッセージが込められている。2023年7月、10年ぶりに駿が長編アニメーション映画を手掛けた、君たちはどう生きるかが公開された。事前宣伝や予告などを行わない斬新な公開手法を採用している。駿は数々の賞を受賞し、国内外で栄誉を称えられた。彼の作品はアニメーションの枠にとらわれることなく、人々の心を揺さぶる。宮崎の才能と情熱は、今後も世界中の人々に影響を与え続け、彼の作品は永遠に語り継がれるだろう。